皆さん、この藁のようなものが何かわかりますか？これは糞です。昆虫の防御戦略には科学的な用語でフィーカルシールドという糞の防御戦略があります。昆虫たちの多様で珍しい糞を使った防御のお話、これから始めていきます。よく見ると藁の中にある物体が見えますよね。この正体はフロリダのカメノコハムシの幼虫です。この幼虫は数多くの昆虫の中で糞という強力な手段で自分の身を守る数少ない種です。幼虫は卵から孵化するや否やヤシの葉を食べ、40分ほど経つと肛門から藁のような糞を出し始めます。休むことなくお尻をあちこちに動かしながら糞を出し続けるのですが、12時間経つと糞のバリアが完成します。もちろん糸のようにスッと出すのではなく、一定の長さで出した糞をこのように肛門の突起にずっとくっつけていきます。そして幼虫はこの糞のバリアの中で脱皮をして成長するのですが、成長しながらずっと糞を出し続けるため糞のバリアも一緒に大きくなります。幼虫の肛門の突起を見ると1例、2例、3例、4例と、幼虫が脱皮を経てもすでに脱皮した肛門の突起は落ちることなく、このようにくっついているのを見ることができます。おかげで元々の糞のバリアは崩れることなく大きくなり続けることができるのです。さらに驚くべきことに、2000年、トーマス・アイズナー博士の研究によると、このように糞のバリアの一部を壊すと1日も経たないうちに糞を出して糞のバリアを補修することが分かりました。この幼虫がこのように糞のバリアを大事にするのは自分の身を守るためです。トーマス・アイズナー博士は肉食性のカメムシとテントウムシで実験を行いました。幼虫が糞のバリアの中に入っているときは虫たちは接近しませんでしたが、糞のバリアを取り除いた幼虫を渡すと待ってましたと言わんばかりに食べてしまったのです。このことを通じてアイズナー博士は、糞のバリアは物理的な防御の機能だけでなく、捕食者が嫌がる化学物質を含む可能性もあることを明らかにします。しかし自然の中に永遠の勝者はいません。緑色のゴミ虫の前では糞のバリアも無用の長物になってしまうのです。観察した結果、この甲虫は強力な糞のバリアをこじ開け、中にいる幼虫を食べ、このように肛門の突起だけを食べ残します。やはりこの甲虫も肛門までは食べたくなかったようです。そしてもっと驚くことは、このように糞を自分の身を守る手段として使う昆虫はこの幼虫だけではないということです。次にご紹介する昆虫はハムシ科に属する幼虫です。この幼虫が背中に背負っているのは糞で、肛門フォークという背中の部位に固定されています。 0.25 倍速で見ると、このように肛門から出した糞を元々の糞の上にくっつけ、糞の盾を大きくしていきます。この幼虫は先ほどのカメノコハムシとは違い、糞を持って動けるというメリットがあります。幼虫は植物を食べることでタンニン、アルカロイド、サポニンのような植物の毒素で糞を作るため、この糞を背負った幼虫の近くにはアリや他の捕食者の甲虫は接近せず、仮に接近したとしても幼虫は糞の盾を振り回し捕食者に警告を発するのです。それでもこのように糞を背負う虫はまだマシな方です。インド南部に生息するこのハムシ科の幼虫は自分の糞を体にベタベタ塗ります。私が捕食者でも絶対食べないと思います。しかしこのように糞を塗っても、あるカメムシは幼虫に針を刺し、このように体液だけを吸ったりもします。いや、自然界では何でもありのようですね。ではこの気持ち悪いシーンはこの辺にしておいて、もう少し知能的に糞で防御をする昆虫をご紹介します。ギンモンセセリの幼虫は自分の身を守るために糞を大砲として使います。この幼虫は糸を使って木の葉で巣を作り、この中に入って自分の体を隠したまま生きていきます。しかしインドア派のようにこの中でずっと暮らしていると排泄物が溜まるため、幼虫の天敵である蜂に見つかりやすいんですよね。そのためこの幼虫は自分の居場所を隠すために糞の大砲戦略を使います。糞をするときにものすごい圧力を発生させ、できるだけ糞を遠くに飛ばし、捕食者から自分の居場所を隠すのです。幼虫が糞を飛ばしたところでそんな遠くには飛ばせないのではと思うかもしれませんが、2003年、ジョージタウン大学のバイス教授はこの幼虫が秒速 1.3 メートルで153センチまで糞を飛ばすという事実を確認しました。これはなんと自分の体の38倍に達する距離です。人間で言えばなんと70メートルまで糞を発射するわけですから、本当にすごい糞の大砲ですよね。最後になりますが、自ら糞になろうとするものもいます。それは鳥の糞騙しです。糸で蜘蛛の巣を鳥の糞のように偽装する種もいれば、自分の足と体に蜘蛛の巣を包んで鳥の糞のように偽装する種もいます。鳥の糞に偽装することで蜂のような捕食者を避けることができますし、この蜘蛛は実際に体からも鳥の糞の匂いを放ち、糞だと思って近づいてきたハエなどを食べたりもします。糞を利用してでも生存しようとする昆虫の戦略が本当に汚くて驚きが止まらないですよね。科学は世界を見る窓。以上、サイエンスドリームでした。ご視聴ありがとうございました。あー、汚い。